こんにちは、夫婦問題カウンセラーの岡夏子です。今日は実録ものです。実録、私たちが離婚を決心した瞬間、セックスレス編でいきます。これね、すごく皆さんが興味を持ってる題材なんですけれども、実際の相談のケースで皆さんにいろいろ考えていきたいと思います。このチャンネルでは私自身が受けてきた3万5000件の夫婦相談や有名人の夫婦問題から、修復や離婚を含めあなたが幸せになるヒントを発信しますよ。見逃さないためにもチャンネル登録と通知のベルマークをチンとお願いいたします。また右下のボタンから保存していただければ、いつでもこの動画を見ることができますので、ぜひご活用ください。では今回のケースご紹介していきます。M よさんは出産後育児に追われる日々が続き、とても疲れていました。夜中に起きなければならないことも多く、夫は子供の泣き声で睡眠不足になるからと別の部屋で寝るようになったといいます。子供が生まれて半年近く経った頃、夫が M よさんをセックスに誘いました。ところが M よさんは疲れていることもあって、出産後はなかなかそんな気にもなれず、絶対無理と夫からの誘いを突っぱねてしまいました。 M よさんは夫の性欲になぜかイラッときて、その後何回もあった夫からの誘いを全て断ってしまったのでした。夫とセックスレスの生活になると、二人の態度もどこかぎこちなくなり、テレビを見ていても下ネタが流れるようなものなら、どちらからともなく席を立つなど嫌な雰囲気が流れるというような生活が2年も続きました。これには M よさんも反省して、そろそろいいかなと思った頃、夫からいきなり好きな人がいるので離婚してほしいと切り出されました。 M よさんは2年もセックスを断り続けたことを後悔しましたが、離婚を受け入れるしかなかったそうです、ね、実は本当にこのセックス問題っていうのは、結婚生活を継続できない重大な事由の一つに入っちゃってるぐらい重大な問題なんです。今 M よさんのね、この相談を聞いて、本当に子供を産んだすぐ後っていうのはセックスをしたくないっていう人かなり多いんですね。やっぱりもう疲れ果てちゃうんですよ、子供を一人産むっていう、もう一大作業ですから。そういう時に夫が理解があればいいんですけれども、大概の夫は、すぐ父親になれないんです。やっぱり子供がどんどんと育ってって、可愛いなパパって呼んでもらえるようになって、可愛いなと思うようになってから、あ、父親っていうのが芽生えてくるんですけれども、女性の場合はやっぱり産んだ時に、あ、私の中からこの子が生まれたんだっていうところで母親になるっていう、このタイムラグがどうしてもセックスレスと比例してしまいます。まあ、そういう感じで M よさんはちょっとこのハンディがありましたね。私も実は産後クライシスって、これ結構売れたんですよ。この本の中で正直に書いてあります。産後にやっぱりこう女性がセックスの意欲が少なくなってくる、その時に拒否したことによって夫がそれを理解できない、そして夫がよそに目を向けてしまうとか、あの時お前は拒否した、だからもう俺は二度とお前とはしないって言って意地を張って夫婦がうまくいかなくなって、クライシス、ね、危機になったっていうケースもあります。こういうことをじゃあ誰かに聞けるかって言ったら、案外聞けてない人が多くて、女子会トークで恋愛中はね、いろいろ喋れたんですけど、いざ夫婦となるとやっぱり恥ずかしい、夫婦の秘密は他人に相談することじゃないっていう風に割と閉鎖的になるような、女性も多いです。男性なんてましてやつ、こういうことはね、遊んでる時はね言ってたかもしれないんですけど、やっぱり夫婦となって生活ってものを営んでいくとね、プライドがあるから言えないです。だいたい私のところではいろんな人からいろんな相談を受けてて、そのセックスの回数っていうのはね、一概には言えませんけど、やはり皆さん努力しているお家は休みの前の日ね、休みの日、こういう時を利用して週に 1,2 回みたいなペースで、夫婦生活を営んでる方が多いです。お互いがいらないって言ってんならいいんですよ。でも片やしたい片やしたくないっていうところにおいては、どちらかが歩み寄って、ね、少ないペースでもあるね、存在する、これ大事です。まあ岡の厚子的見解で言うと、セックスはね、どれくらいの頻度がいいんだなんて質問に対して、老若男女ね、いろんなケースがありますけれど、私としては週1ぐらいが理想です、いいっていう人もいるかもしれないんですけど、いや、これは週1ね、セックスをしろっていうわけではなく、週1コミュニケーションは取っていただきたいね、一緒に会話をするでもいいですし、なんか布団の中に入って一緒に手つないでもいいですし、腕枕でもいいですし、なんかコミュニケーション、スキンシップ、こんなことが週一できたら、この夫婦は円満なんです。
老若男女週一、これが理想です。まあ、それがだんだんとね、熟年になってきてもう飽きちゃった、全然燃えませんみたいなね、そういう人たちは週一ってのはなかなか難しいんですけれども、たまには旅行に行ったり部屋のムードを、ね、高める、ライティングを、ね、暗くするとか、着てる部屋着、そういったものも、ヨレヨレのジャージ、ヨレヨレのトレーナー、これではやっぱり燃えません。夜のおしゃれっていうのも大切だと思います。こうやってね、自助努力してる夫婦はいつまでも仲良しです。夫婦間でお互いが努力していく、私の大切な人だわ、私がこの人を選んで、ね、この人の子供を産んでこの人と添い遂げるんだわみたいな、そういう荘厳な気持ちになると拒否しなくても済むし、ね、愛せるものなんです。こういう形でもお互いが楽しく、ね、性生活が営めて、ね、毎日家庭が楽しくなればこんないいことありません。セックスは本当に重要なコミュニケーションだと思います。ですから皆さん、これで離婚に至らないためにぜひ皆さんこういうことを、ね、考えてみるっていうのは大事ですよ。何かご相談があれば私のところに来てください。いろんな人生経験ね、それからいろんな3万5000件の夫婦生活を、ね、私がモニタリングしてますから、そんな中からそういうことだったらこれぐらいがいいんじゃないですかなんてアドバイスできると思います。では皆さん、ぜひ、ね、このチャンネルを保存していただいて、何度も何度も見ていただいて、ね、勉強していただくと、あなたのお家も幸せが、ね、いっぱいになると思います。では